大会出場歴30年を迎えました木澤選手ですが、今年は、ジュラシックカップという大会を主催する側にもありまして、多くの選手を受け入れる側になったんですが、はい、初めて大会に出る人、ジュラシックカップでデビューっていう方もノービスで60人以上やるんで、そんなにいるんですか？1クラスで60人ですよ。全部60人以上いますので、1カテゴリーずつ、うん、相当なあれですね、はい、ステージが、はいはい、そういうあの初めて出る人っていうのは減量もやっぱり手探りで、はい、多分バリバリに絞れるかどうかっていうところ今大変苦労されてると思うんですけど、その減量に関してその摂取カロリーはどんな感じで設定すればいいのか、あのよく今体重計乗ると基礎代謝量とかそれ出るじゃないですか、そのいわゆるなんか基礎カロリーですか。ああ、この間だから僕、ね、はいはいはい、予想したの1900、2000ぐらいでしたね、はい、みたいな。その数字多少目安にして、はい、まあ、そうですね、そこに、まあ、活動量が入ってですよね、はいはい、そうするとまあ僕だと2000多分500とか、はい、でも減量が全然足らないぐらいですよね、うん、なんで2500取ってても減量できますよっていう感じですよね、うん、他の方だと多分1000どうなんだ、1500とか、うん、男性だともうちょいかな。そうするとやっぱり2000カロリーを切るってなると、はい、まあ、結構な体にとってはマイナスカロリーになるんで、はいはい、やっぱりこう基礎代謝以下の食事量っていうのは、はい、やっぱりトレーニングのレベルが多分ぐっと落ちてくると思うんですよね、はい、そのここまでいくと、はい、なのでやっぱり本当にだから絞れない時にトレーニングレベル食事を落としてしまって、結局トレーニングレベルが落ちてしまって、はい、筋肉が落ちてしまって、はいはい、でまた代謝が落ちてしまってっていうのはやっぱりできるだけ避けたいですよね、はいはい、なのでやっぱりしっかり食べてっていうのはあれですけど、やっぱり基礎代謝以上の食事ギリギリは取って、はい、トレーニングはしっかりして、はい、その中でやっぱりダイエットができるようにはしたいですよね、はいはい、なのであんまり基礎代謝以下にカロリーそこまで落とすっていうのは本当に一時的にはいいと思うんですけど、ね、はい、例えばスポットでここだけちょっと落としてまた戻すとか、ね、はい、あと大会前の直前だけでダッと落とすというのはあるかもしれないですけど、はい、あんまりこう減量のこの長い計画の中で基礎代謝以下のものを例えば1ヶ月とかっていうのは、はい、まあちょっと減量が、はい、なんかそれで成功するっていうちょっとイメージはなかなかないかなと思うので、はいはい、やっぱりまずはできるだけこう最初の入りを高い状態ですよね、はい、たくさんカロリーを取ってる状態からスタートするっていうのが大事ですよね、はいはい、例えば2500で落ちるのに、はい、なんかスタートを2300に設定してしまうともったいないですよね、はい、もうすでに200カロリー、はい、なんかジャンプしていっちゃったような感じですよね、はい、なんでやっぱり階段を降りるにしてもこうポーンと降りるんじゃなくて、はい、ゆっくり本当にちまちま降りていくっていうのが減量のやり方なんで、はいはい、そのスタートラインって大事だと思いますね、はい、そもそもあれですよね、基礎代謝量って何もしない状態でそれ食べて維持できるっていうあれですから、トレーニング落ちないはずがないですよね。トレーニングするカロリー消費とか考えたら、うん、そうプラスで食べていかないと。そうですね、あと仕事もあるし、はいはい、そう考えるとプラス、まあ、1000はあれですけど500とかはあっても落ちるぐらいだと思いますね、はいはいはい、それ削ってって なるとトレーニングも何もしないで減量していくんだったら基礎代謝量以下に設定もあるかもしれないですけど、トレーニングしてっていうことを考えるとやっぱり無理があるし、うんうん、そのトレーニングできるできないっていうのを一つの指標にした方がいいんですよね。あとはこう例えば基礎代謝ってその人の体重と体脂肪率とか、はい、その辺から多分計算されるんですけど、はいはいはい、実際それってなんですかね、正常に言って今の基礎代謝ですけど、はいはいはい、多分代謝が落ちちゃうと、はいはいはい、まあそれ以下なんですよね、はい、多分体の中のその、はい、防衛機能とかで働き出すとね、はいはいはい、そこまで計算してないですからね、はいはい、絶対にその体脂肪を蹴って、はいはい、
だから実際の今のその自分の基礎代謝っていうのは本当にそれがじゃあ本当の相場の数値なのかっていうのは分かんないですね、はいはい、なのでまあ、 代謝が落ちないようにするっていうのは大事ですよね、はい、そのためにはやっぱり食べなさすぎないようにするっていうところですよね、はいはいはい、特にあと糖質を、はい入れるっていうところですよね、はいはい、今何かと悪者になりがちな糖質ですけど、糖質ちゃんと糖質はもう増量にも減量にも、ねはい、一番大事な味方ですからね、はいはい、ちゃんと取りながらできるだけ取りながら進めていくっていうのが、はい、一番減量楽に進むし、はいうまく仕上げるコツになるんで、はい、はい、分かりました、はい、ありがとうございます、はい。